はい、おはようございます。本日はユニークキャリアラウンジ第340回ということで、ゲストにですね、お呼びしておりますのは、10X ビジネスデベロップメントの吉海さんです。吉海さん、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、吉海さん、早速なんですけれども、自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。了解です。吉川祐希と申します。今は、株式会社 10X で、ビジネスデベロップメント、事業開発の仕事をやっています。10X は何をやっている会社かと言いますと、小売業の変革をするっていうところを掲げてまして、実際に、今だとネットスーパーだとか、あとその裏側のオペレーションだとか、そういったところを構築して、いかに小売と次の時代を作っていくのかっていう仕事を今やっています。もともとは、最初のキャリアとしては、ユーグレナっていう会社に、バイオベンチャーのユーグレナっていう会社におりまして、そこで経営企画をやって、その後に、リアルテックファンドというベンチャーキャピタルファンドに、転籍をしまして、そこで、環境系だとか、食領域の、ベンチャー企業に投資をしたりだとか、あと、執行役員としてバックオフィスの管轄をやってたりとか、そういったキャリアで、現在に至るような形になります。はい、ありがとうございます。すごく端的に、かつ一方で幅広いご経験をされているということが、今の、自己紹介だけでもすごく伝わってきましたけれども、今日は、これまでのライフログに沿ってですね、過去をいろいろ根掘り葉掘り聞いていければなというふうに思ってますので、1時間ほどよろしくお願いします。ちなみにこの動画って公開される感じなんですか？あ、この動画、はい、公開されます。この後 YouTube にアップさせていただいて、シェアいただけますし、また、記事化もされますので、よろしくお願いします。了解です。はい。なかなか、こういう表で話せないようなことがあれば、そこは、動画で編集はちょっとなかなか大変なので、ちょっと最後に話していただくとか、の方がいいかもしれません。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速なんですけれども、ご提出いただいたライフログに沿って進んでいきたいなと思ってます。今、吉川さん26歳ですかね。そうですね。ということで、はい、17歳頃から、いくつかポイントを記載していただいてますけれども、モチベーションを、生まれた時から26歳までで、簡単に言うと、どんな感じだったかっていうのを、ちょっと端的に教えてもらっていいですか？僕自身はモチベーションっていうところをあんまり考えたことが正直あんまりなくてですおお。ね。ずっと、ネガティブな側面というか、あんまりそこら辺は意識したことがないっていうのが、自分自身の人生だったなと思っていて、へえ。ポジティブにというか、何も影響されずにずっと生きてきてたかなっていうのがあって、なんで結はい構はいはい。ポジティブにずっと来てるんじゃないかなっていうのが、これまでの、モチベーションの変遷なのかなと思ってます。ああ、なるほどな。なかなかいないですよね。やっぱりアップダウンがね、人は多い中で、安定的に、高くもない、低くもないって人はいますけど、ずっと高いって人ってあんまり多くはないので。そうですね。あんまり影響されるような環境じゃなかったというか、すごいはいはい。脳に放たれたような場所でずっと、自然が豊富で、すごい、ああ、はい。時間の流れがすごい緩やかで、はいはいはい。そういった、そうですね、他の外部からの刺激とか、はい。放送環境とか、そういったところあんまりないような環境でずっと育ってきてたんで、なるほどな。そういうところは結構強いのかなと思ってますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうか、自然。自然に触れてると、確かに何でしょう、ストレスフリーというか、いい人多いですよね。そうですね。実家周り全部田んぼと山と川しかないみたいなところでずっと育ってきてたんで、そこで育って、で、東京に来て、今の方が結構、自分頑張ってるなと思うタイミングとかも結構あったりして、おお。もともとは、何も刺激がないところでずっと育ってきてたんで、はいはいはい。本当に今頑張ってるなと、ふと思うときは結構あります。
なるほどな。刺激もあり、まあ、一方でストレスもあるような環境に来て。なるほど、分かりました。ありがとうございます。あの一つ目のこうポイントが17歳で、ここが他の年齢と比較するとやや低めにあの設定をしていただいてたと思うんですけれども、この時のなんか印象的な出来事、はい、あのどういうことがあったのか、またその時の心境の、まあ、変化があれば教えていただけますでしょうか。よかった。17歳とか、まあ、いわゆる高校生のタイミングなんですけれども、はい、まあ、今お話した通り福岡県の柳川市ってところの生まれで、まあ、田舎町なんですけど、うんうん、まあ、自然の中でのびのびとずっとそこまで育っていて、まあ、何のフリクションもなく、まあ、摩擦もなく、まあ、育って、まあ、生活してました。で、まあ、この高校生のタイミングくらいで、ちょうどタイミングとしては母子家庭にそのタイミングでなったっていうのがありまして、はいはい、まあ、そこまではなんだろう、こう別に生活もそんなに普通の家庭でいて、うんうん、何の不自由もなく生活をしてたけど、まあ、そこのタイミングでなんだろう、母子家庭になっていろいろと考え始めたっていうのが最初のターニングポイントだなと思ってますね。で、そこからなんだろう、自分自身の進路をより深く考えるようになったりだとか、まあ、思っていたことはなんかこうお金と時間の価値みたいなところは平等ではないんだなっていうのをすごいその時に感じていて、それはまあなんだろう、結構その母子家庭になってその限られた選択肢しかこう選べなくなるようになるとか、うん、まあ、そういったところで、まあ、教育格差とか情報格差とか、まあ、経済的な格差とかいろいろその地方ではあるかなと思うんですけれども、うん、そういったことをすごい認識したタイミングだった。なるほど。で、なのでそのタイミングではほとんどその大学進学とかっていうところもあまり選択肢にはなかったんですよね、正直。その田舎の地みんな高卒で就職もしくは地元の会社で働くとか、うん、が、まあ、別になるようなところでずっと育っていたんですけれど、なんで、はい、もうその高校のタイミングであの公務員の試験とか受けていて、うん、警察消防の試験とか採用試験とか実際に受けてるんですよね。なるほど。で、なんか実際に試験とか、はい、その地元に残るのがあの親孝行だっていうのも言われてましたし、はい、そのなんだろう、公務員にずっとなれって言われてたんですよ。うん、なんでそういう選択肢とかもあんまり存在していない中で、なんで自分も実際に公務員試験受けたりとかしてたっていうのが、うん、このタイミングではありますね。へえ、なるほどな。確かに田舎ってそうですよね。すごく、私は関西出身なんですけど、ね、まあ、関西の神戸の付近だったのでまだ比較的そうです、ね、大学に行くみたいな人も多かったですけど、とはいえやっぱ東京と比較すると全然こう、なんかそのままもう社会人になるみたいな人もやっぱ多くて、高校生の同級生とか、うん、それよりも多分全然、もっと、もっとですもんね、多分。いや、今の話を伺っていると。なるほどな。へえ、そうなんですね。なるほどな。なんか共感する。私も結構タイミング近いぐらいで母子家庭になったので、そのお金の、ないことによる選択の、はい、選択肢が狭まることってすごく共感したなと思って今話を伺ってました、はい、うん、なるほど。まあ、その高校で、高卒とかいわゆる、警察になるとかそういった選択肢もある中で、はいはい、また違う道を選んでいかれたっていうのは何だったんでしょうか。ですね、まあ、そんな中だったんで、まあ、もともとその地元に残るのが親孝行、あとちっちゃい時からまあ公務員になれみたいなことをずっと言われてて、まあ、地元に残る以外のまあ選択肢は正直なかったんですよね。うんうんうん、で、でもこう母親が、まあ、まあ母子家庭になったタイミングでもあったんで、まあ、自分がもうなんか大黒柱になるしかないみたいな感覚で、うん、まあ、大学進学をしてほしいみたいなことを、はいはい、まあ、言ってくれていて、それで、なんだろうな、自分としては、まあ、それで雰囲気がついたというか、まあ、正直公務員になってもいいかなと思って公務員の試験とかも受けてたんですけれど、うん、母親が送り出してくれるって話だったので大学は行こうと思ったんですけど、まあ、地元の大学にしようと思って、まあ、地元の国立大学に進学をしたっていうのが背景です。
なんで、大学に入るっていうタイミングの時から、まあ、すごい生かされてる感覚みたいなものがすごい強い。はい。なんで、結構人とは違うモチベーションで、その時から、特にその時は人生を意識してたかなと。違うモチベーションで生きてた感覚が強いかなと思ってましたね。へえ、なるほどな。違うモチベーションっていうのは、やっぱりその、なんでしょう、もういわゆる稼がないといけないっていう、そのモチベーションが強かったんですよ。比較してるんじゃないよっていう。なるほど、まあ、それは強いですね。確かに。そういう感じがあったっすね。なるほどな。でも、まあ、不幸中の幸いというか、その離婚したことが、もしかしたら、その、吉貝さんにとって新しい選択肢とかチャレンジの機会につながったっていうことも考えられるんですかね。あ、そうですね。なんかポジティブに捉えるとそういう見方もあるかなと全然思っていて、本当にもともと何のフリクションもない中で育ってたんで、もうそのままの経路線だったら、まあ、そのまま地元に残って普通になんかあのじいちゃんが農家なんですけど、まあ、農家作ったりとか普通に公務員になったり、はい、まあ、そういったパターンもあったかなと思う中で、まあ、大学進学をしたからこそ、まあ、今の、まあ、選択にいろいろ出会えてはいるのかなとは思っていますね。うん、なるほどな。そうか。そこはじゃあポジティブですね。ね、なるほど。わかりました。ありがとうございます。そっか。じゃあ、まあ、それで実際大学に入ってみて、多分もう、なんでしょうね。他の大学生とは一つも二つも違うような。あのモチベーションの中で学生生活を過ごされて、実際どんな大学生活を過ごされたんでしょうか。そうですね、なんか一言で言うと、大学生時代はめちゃくちゃ頑張ったなっていう感覚が自分が良くて、はいはいはい、学生を耕すっていうふうに僕見出しとしてはつけているんですけれど、はい、そういった期間だったかなと思ってはいますね。うん、なんで僕は大学時代に結構人としてというか人生がまあ大きく変わったような実感がありますね。なるほど。可能性を耕すですか。みたいな感覚が強いですね。なるほどな。多分サークルとか、あとはまあ大学の学問とか、あとはインターンシップとか、はい、または、SDGs に関連するような課外活動とか、いろんなこう切り口があると思うんですけれども、はい、吉貝さんはこうどういう領域に注力をしていったんでしょうか。そうですね、僕自身は、頑張っていたこととしては、もちろん大学の、まあ、学業みたいなことも、うん、頑張ってましたし、まあ、それで成績とかは結構トップのところまで行っていて、結果的に大学院まで飛び級であの入るまでになったんです。なるほど。あとは英語の勉強とかを結構頑張ってやってましたね。はあ、大学生って TOEIC の点数とかで言うとだいたい300。そうですか。やったんですよね。はいはい。進学したところって大学の受験に英語の試験がなくてですね。あ、そうなんだ。旧大に進学したいんだけれど英語ができない人がうちの大学に来るみたいな。へえ。ことを言われてて、なんでみんな英語があんまり好きじゃないような人たちが多かった。はいはいはい。自分自身はたまたま大学受験の前日に泊まったホテルで外国人の人と2人で銭湯に2人っきりになったんですよ、銭湯で。はいはいはい。そこでなんかいろいろ話しかけられて、そうなりますね。何も分からず、何も答えられず、理解できず。うんうん、中高6年間で何の勉強なんだろうっていうところを思って、はい、大学に入ったら英語を勉強しようと思って英語を勉強し始めたっていうのが結構大きかったなと思います。へえ、そういうなんか生々しいリアルなエピソードですね。なるほど。なるほどな。感謝してますけどね、僕自身は。そこで話してた。確かに、そこがなかったら英語の勉強してなかったかもしれないと。すごいですね。なるほど。飛び級で大学院に行けるぐらいの成績まで。そうですね。飛び級で大学院、まあ試験もあったんですよ。大学院試験。はいはい。飛び級試験も。へー、すごいな。なかなかこう、大学生活振り返ってくださいって言って、私頑張りましたって言える人ってあんまいないと思うんですよ。
なんかそのやっぱり怠惰な時期もあったし、はい、なんか頑張ってる瞬間もちろんあったけど、なんか4年間とかを通じて僕はやりきったっていう人ってなかなかいないと思うんですけど、だから吉海さんはそれが言えそうな感じですよね。そうなんですかね。いや僕も遊んでたって言ったら遊んでたんですけど、結構やることはちゃんと、まあ時間をちゃんと投資はできてたかなっていうのは思います。なるほどな、すごいですね。なんかそれはやっぱりその高校での出来事が大きかった、それだけだったんですかね。まあそうですね、自分はやっぱりそれが一番大きかったかなと思っていて、生かされてる感覚みたいなところは今も全然あるんですけれど、うん、まあ、そこからのモチベーションが結構やっぱ強かったんで、うん、まあ、とにかくずっと自分にお金と時間の価値は平等じゃないよっていうのを言い聞かせながら、うん、努力をする源泉になってた気がしますね。なるほどな、ありがとうございます。うんうんうん、大学であの、まあ、勉強も頑張り、その英語の勉強も頑張るという中で、一つその、文科省のプログラムですよね、はい、にも参加をされたということで、そうです、飛び立てですね、はい、飛び立ては学部3年生の時に採用されたのかな。うんうんうん、でその飛び立ては、まあ、簡単な内容を言うと、はいはい、文科省が主導している、まあ、海外留学を支援するプログラムで、基本的にお金は、民間の企業があのお金を出してくれていて、その民間のお金を使って、まあ、意欲ある若者が海外支援、海外留学をしたいときに、まあ、金銭的な支援をするっていうところがあのプログラムの、まあ、魅力というか、まあ、概要なんです。はい、まあ、それに採択されて、まあ、学部3年生の時だったんですけれど、その自分自身としてはその大学時代にそのモチベーションが間違ったりとか、そのまあやりたいことをしっかりやってたみたいな環境だったんですけれど、うん、まあ、大学の中にそういった話をより深くできる友達がいたかっていうと、うん、まあ、そんなにいなかったかなっていうのは思っていて、もちろん仲いい友達はたくさんいたんですけれど、はいはいはい、でその飛び立てみたいなコミュニティにまあ、出会えたことが一つ自分の中ではすごい大きかったなと思っていて、うんうんうん、単純に今金銭的な支援をしてもらえるプログラムっていう話ではなくて、うん、まあ、あの採択、もう十何期ぐらいまで行ってるんですけど、私自身が3期生で、その3期生だけでも採用されてるメンバーが日本全国に300人ぐらい、うん、はいはい、なんでそのみんなとこうコミュニティがつながるみたいな、うん、ところが一つ大きくて、なんかみんな自分のやりたいことがあって、まあ、そのためにひたすら努力をしていて、自分のこう夢とかそういったものを自分の言葉で語れる人が増えたっていうのがとにかく大きかったなと今感じてはいますね。あ、なるほどな、ありがとうございます。じゃあそっか、英語の勉強だけではなくて、やっぱりその同じ温度感で自分のやりたいことを目指している仲間たちと出会えたっていうのがこの飛び立てでの一番の収穫だったと。そうですね、まあ、実際に留学に行けたっていうことだけではなくて、ね、まあ、僕はその母子家庭だったんで金銭的な支援はものすごいありがたかったんですけれど、うんうん、それだけではなくてっていうところですかね。なるほどな、確かに飛び立てのコミュニティ、自分もあの先ほどお話した通り友人多いですけど、みんなこう自分の夢とかやりたいことを持っていて、なんか話してて楽しいし気持ちいいですよね。ああ、そうですよね、はい、うん、それはすごい思います。今でもそうですね、はいはい、いや確かにあのコミュニティは本当にすごいなと思います。今でもまあなんかね、あの支援金というか奨学金がもしかしたら止まるかもみたいな話もなんか噂もちらっと聞いたりはしたんですけれども、なんだかんだ今続いていて、なんか日本の国内のコミュニティの中でもこうトップクラスにいいコミュニティだなって思っているので、はい、はい、そこからこういろんな仕事とかあのコラボレーションがこれから生まれてきそうですよね。本当そう思ってますね。うん、なるほど、私も飛び立て入りたかったな。そっか、じゃあ、まあ、飛び立てが大学3年生の時に、採択されて、じゃあ3年生からまあ4年生にかけてぐらいがっつり留学されたんですよね、多分。飛び立ての時は3ヶ月ぐらいですね、留学としては。うん、そんなに長くはない留学だったんですけど。ああ、なるほどなるほど。期間も自由に選べるんで、そのタイミングが3ヶ月ぐらいを選んで留学をしてたんですね。うんうんうん、なるほど。ちなみにどちらに行かれたんですか？
あ、その時は僕マレーシアに行ってて、お、研究のテーマがずっと水の領域だったんですよ。はいはいはい。で、水の浄化とか、まあ、下水処理みたいなところが自分の研究テーマ で、うんうんうん、で、マレーシアのパームオイル産業っていう、あの、国産、はい、国の中で一番大きな産業があるんですけれど、はいはい。それで出る排水の処理の研究をマレーシアでやるっていう。へぇー。なるほどなぁ。すごいな。パームオイル産業っておっしゃいましたか？パームオイルですね。パームオイルか。はいはい。パームオイル産業か。なるほどな。その3ヶ月のまあ、研究及び留学の中で、一番こう刺激だったこととか、一番こう学びだったなっていうことって、今挙げるとすると何ですか？結構難しいですね。その、マレーシアに行ってた時って、まあ、本当にその、コタキナバルって言って、マレーシア の、 あの本島ではないところの、あのインドネシアとくっついてる側の、はいはい、ところに行っていたんですけれど、まあ、水も、ないし電気もないしみたいなところで生活をしていて、まあ、そこに、まあ、パームオイル の、 そのヤシの木がいっぱい立ってて、はい、もうすごい植林地帯なんですよね。はいはいはい。そこをその開拓をして、そこに新しい発電所を作って、うん、パームオイルからこう発電をするみたいな話なんですけれど、うんうんうん、なんだろう、一番の大きな学びみたいな話で言うと、このまあ、自分のテーマはその日本 の、 その浄水だとか、うん、そういったそのテクノロジーを、まあ、海外にこう逆輸入するみたいな、うん、テーマをまあ掲げてはいたんですけれど、なんで日本の企業ながら、はい、このそのマレーシア の、 あの排水問題をどうやったら解決できるかみたいな話でテーマで言ったんですよね。現地は現地ならでは の、 その問題があるし、その価値観があるし、うん、日本のハイテクをそのままこう導入するみたいなところってあまりインセンティブも働かないですし、うん、なるほど、なんだとか、あとまあ常識も全然違うっていうのがあって、うんうん、その字を海外とかその別のエリアに、その文化圏とか違うエリアにこう輸出をするとか、うん、適用させていくっていうところを考えると、やっぱりこういかにアプロープリエートな、まあ、適切なテクノロジーであるかっていうところが非常に大事だなと思っていて、うんうん、これは非常に大きな学びだったかなと思ってはいます。なるほどな。確かに日本のハイテクをそのまま輸出してもなかなかローカライズされてないというか、こう適切じゃない、フィットしてないっていうのはよく、ね、お話では伺うんですけれども、まあ、そのあれ、はい、も求めてないとか、うんうんうん、まあ、なんか温度感とかも違いますし、ルールも違ったりもしますし、はいはい、そういうところが非常に大きかったですね。なるほど。マレーシアでいうと、そのどういうところがフィットしてないなっていう感覚がありましたか？そうですね、今で言うと、とかその当時は、うん、その、まあ、マレーシアもその排水の処理の、まあ、厳格なルールがあって、はいはいはい。でそれでパームオイル産業の排水ってもうめちゃくちゃドロドロで、あの高酸化のものなんですよね。で、うんうん、それを、まあ、川に流しちゃダメなんですよって、まあ、当たり前の話なんですけれど、うん、で川に流すと罰金なんですよ。はいはいはい。でも彼らはそのなんだろう、浄化せずに、はい、もう罰金を払ってでも川に流そうとするんですよ。なるほど。それは罰金を払った方が安いからっていう理由なんですよね。ああなるほどな。はいはい。なんでそれはあのハイテクを導入するよりもルールを破って川に流す方が彼らのその利益とか、まあ、はい、その会社の継続とか、まあ、そういった意味ではプラスだっていう判断を彼らはしていて、なんで、まあ、その機械とか技術を導入しようとしたところで、まあ、彼らのインセンティブと全然合致してないんですよね、うん、なんでそういうところをこういかにこう彼らの動線をこう引っ張っていって、ちゃんとこう彼らのインセンティブとアラインしながらプロジェクトを進めていくかみたいなところが非常に大きいところかなと思ったんですね、その時。へえ、面白いですね。それは確かに、なんか日本からこう遠隔で見てるだけではやっぱりわからないでしょうし、なんか日本人だったらこのルールを守るっていうのが当たり前だという価値観だと思うので、なんかそこも違うところなんだろうな。そうですね、はい。なるほどな。わかりました。ありがとうございます。ではちょっと次のポイントに行きたいなと思ってますが、22歳ですね。
まあ、大学の中でその留学もおそらく終えて、で、ここは研究に没頭している時期なんですかね。そうですね。大学3年の時に、そのマレーシアから帰ってきた後に、うん、飛び級の試験を受けまして、はいはいはい。で、大学院に、進学をする、飛び級で進学をするっていうのがありましたと、うん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 。で、大学院飛び級で入った後に、また別の奨学金を獲得をして、はいはい。で、客員研究員として、アメリカのペンシルベニア州立大学というところに研究の留学を、うん、やることになって、で、自分としては、もともとその企業で働くっていうのもあったんですけれど、うん、研究者にもなりたいなっていうのは、その時に思っていて、はいはい。それが一つ自分の中では、大きなチャンスだなと思って、アメリカに留学することを決めたっていうのがありますね。なるほどな。この留学はどれぐらいの期間行かれたんですか？これは1年ぐらい行ってましたね。まあ、結構じゃあ長い期間。そうですね。行ってみて、どうでしたか？アメリカに行けるっていうところは、自分自身その大学に入って途中ぐらいからですかね。で、ずっと英語の勉強してたっていうのも、まあ、結果的にここにつながってるんですけれど、まあ、自分でその奨学金を取っていたっていうことと、あとまあ英語力の水準みたいなところがちゃんとそのアプリケーションに合致していたみたいな2つの条件が合致して、うん、まあ、それで結果的にそのアメリカのトップクラス の、 ペンシルベニア大学というところに留学できることになったんですけど、本当は自分で奨学金とか取ってないとアメリカの大学で給料を払わないといけないので、うん、はいはい、なんだろう、自分が奨学金をちゃんと取っていたからこそその留学できるようになったんですよね。向こうの大学としては何の、なんだろう、負担もなく、はいはいはい、まあ、住むっていう話だったんで、なんで、うん、すごいチャンスだったんで行くことに決めたんですけれど、はいはい、まあ、一言で言うとめちゃくちゃ厳しかったっていうのが正直あって、まあ、自分的には学部3年で、うん、で4年行かずに飛び級で大学に入って、でそこからもういきなり留学をするんですけれど、まあ、なんだろう、行ったところは、まあ、本当にその領域で僕がやってた水の領域とか、まあ、化学専攻みたいなとこ、化学工学専攻の、まあ、大学院だったんですけれど、アメリカ人が一人しかいなくて、他は全員アジア人がいて、でインド、韓国、中国か、で僕みたいなところで、はい、他としても6人ぐらいしかいなかったんですよね。先生のポリシーとしても、もうポスドクしか取らないみたいな、うんうん、考えがある先生で、はいはい、それでめちゃくちゃ厳しい環境の中に、なんだろうな、すごい機会をいただいて、はいはい、もらったっていうのが、そもそもの背景ですね。なるほど。年齢とかもみんなポスドクなんで30半ばぐらいだったんですよ。で、僕その時、20前半かな、21、2ぐらいかな。はいはい、で大学院に行ってて、それでもちろん経験の差も歴然ですし、うん、もうみんなずっと自分の研究の道一本でこれまでずっと世界で戦ってきてるような人たちがそこにはいて、なるほど、でアメリカにまで来てポスドクをやってるぐらいなんで、はいはい、本当にトップの研究者ですよね、うんうん、その人たちと一緒に研究をやってる中で、その自分の未熟さとか、その自分が同じ年齢に立ったときに、うん、本当に研究者として戦っていけるのかとか、うん、そういったところをすごい考えさせられて、それが、まあ、とにかくきつかったなと。大学生活が一番きつい思い出だったかなと思いますね。なるほどな。世界のトップレベルの人たちと肌で、まあ、なんでしょう、直に関わり合って、まあ、簡単に言うとこう挫折っていうような表現もいただいてますけれども、はいはい、なるほど。そこでじゃあ、まあやっぱりその研究っていう道も一つの選択肢であったけれども、そうではないところへの指向性というものが強くなったんですかね。そうですね。なんか大学、うん、まあ、そのアメリカの大学院に進学というか留学をしていて、うんうんうん、すごいその環境的には恵まれていたと思うんですよね。はいはい、で先生からも全然日本大学に卒業してアメリカに来いよみたいなこととかもしていて、で、うんうん、そういう、なんだろう、周りのそのレベルというか
一緒にされてる研究者たちもすごいトップクラスの研究者で、うん、一級で論文も出すぐらい出すような研究室だったんですよね。その人は6人しかいなかったんですけど、はいはい、なんでどのくらいだったっけな、8方から10方ぐらいは論文出すぐらいな感じで、結構恵まれてはいたんですけれど、まあ、自分的に感じたことは、まあ、なんか思考性のミスマッチみたいなところと、うんうん、本当に敗北感挫折感みたいなところを非常に感じていて、うんうん、まあ、なんかこう思考性のミスマッチっていう意味で言うと、まあ、なんかその研究者っていう、はい、まあ、研究の世界でみんな何をもって、まあ、評価されるのか、まあ、アカデミーにおける評価とは何かみたいなところをずっと考えていて、うん、結構その自分はその母子家庭で育ったっていうのもありますし、うん、なんかこう社会貢献欲求みたいなのがすごい強くて、なんだろうな、そのビジネスと研究のこうつながりみたいなところをすごい意識してたんですよね。はいはいはい。やっぱ研究のところって好奇心ベースですし、その必ずしもビジネスに結びつくっていうことありきで研究はされてないし、まあ、それがあるべきではないと思ってるんですよ、僕自身は。なんでそういうところに自分が今その自分の思考性として僕はその貢献みたいなところをすごい意識してるんで、そういうところで、はいはい、その研究者としてなんだろう、そのなんだろう、すごいビジネスの側面ばっかりを考えるような思考性だとあんまりマッチしないかなっていうのを思って、ああなるほど。あとはそのまあ挫折感ですね、さっき言った話ですけど、うん、まあ、この世界に行って、うん、まあ、勝てるようなレベル感ではなかなかないなっていうのをすごい身をもって感じたっていうのが、まあ、大きな理由ですかね。へえ、なるほどな、ありがとうございます。うんうんうん。で、まあその中でまあ、就職活動っていうね、プロセスが始まっていくと思うんですけれども、なんかどういう企業を見ていて、はい、で最終的にどういう意思決定をされたのかっていうこともお話をお伺いできますか。そうですね。なんで、まあ、研究者になるのはそういったまあ挫折感みたいなところはすごい大きかったのと、まあ、思考性のミスマッチみたいなところを自分の中で整理をして、うん、まあ、結局に行こうっていうふうに決断をしましたと、はいはい。で、まあ、その経験自体はまあ、なんだろう、自分のフィールドが研究者ではないっていうのを改めて分かっただけなので、全然まあネガティブな感じではなくて、うん、でビジネスサイドに行こうっていうのを思って、ビジネスサイドの研究、ビジネスサイドで就活を始めたんですけれど、まあ、見ていた領域としては、まあ、ユーグレナみたいな会社だったりとか、うん、あと SMS っていう会社だとか、はいはい、コンサルとか、まあ、そういったところを主に中心に見てましたね。うん、なんかこう要素的には2つあって、その会社の事業が直接その会社の事業、まあ、いわゆる売上とか利益が上がることがそもそもその社会の課題解決と、まあ、アラインしてるみたいな、うん、ところの、まあ、そういった事業領域をやってる会社を選んでいたっていうのと、あと単純に、まあ、自分自身がその何らかの社会に貢献していくにあたっては、まあ、自分自身 そのベースの、まあ、能力値というか、まあ、そういったところも一定は大事だなと思っていたので、うん、その両面がつくっていうところのキャリアを選ぼうと思って、まあ、就活をやっていたっていうところがありますね。へえ、なるほどな。ありがとうございます。結構、その母子家庭の方とか、私の周りで言うと、なんて言うんですかね、まずはこう、やっぱり自分の成功とか、自分のなんでしょうね、金銭的なモチベーションとか、なんかこういったものをクリアしたいっていう思いが強い人が結構多いんですよ。多分それは生活の中でこう満たされてこなかったからっていうものだと思うんですけど、うん、なんか吉海さんはそうではなくて、なんか社会貢献っていう意識が非常にこう強い、もともと強くあったのって、それはなんでだったんですかね。なんでなんですかね。結構そうですね。なんだろうな。なんか考え方としては、うん、なんかその母親を見ててもそうなんですけど、その自分がまあ生かされてる感覚みたいなところも結構強いですし、うん、まあ、親とかあとはおじいちゃんおばあちゃんとかにこう助けてもらって育てられたっていうのが結構大きいので、自分としてはまあ生かされてる以上はなんかその役に立って、うん、まあ、最後は死にたいなっていうのがあって、うん、
そういうところは自分のベースの考えにはずっと あるような気はしますね。ああ、なるほど。その金銭的なモチベーションだとか、そういったところをないがしろにするっていうのも、また違う話だなと思っていて、両方とも大事ではあるかなと思ってはいます。なるほどな。生かされてる感覚か。じゃあ、それはその生かされている、生かしてくれているお母さんだったり、親だけではなくて、もっと広く社会に対しても、やっぱりモチベーションとして向いてるっていうのは。そうですね。なんかあんま自分にベクトルが向くことはそんなにないですね。なんかそのプロセスの中で、なんだろう、その社会への価値を提供することが、まあ、全てであって、まあ、その過程で自分も勝手にまあ成長していくだろうっていう考え方ですかね。なるほど、なるほど。まあ、非常に分かりやすく。ありがとうございます。了解しました。で、実際、夕暮れなにこう入社を決めて、はい、入ってみて、ビジネス、まあ、社会に出てみて、はい、なんかその自分の選択自身は正しかったですか、夕暮れなに入ったことは。そうですね、正しかったというふうに思ってますね。なんかあんまり、その、やっぱりその選択をするときって、結局その、何が正解かって全くわからないと思うんですよね。まあ、実際それはやってないからであって、自分が研究者を目指そうとしていて、アメリカに行ったことも同じなんですけれど、うん、選択をした後に、まあ、何をやるかどうやるかっていうのが結局その後の自分のまあ納得感、成功したか、はいはい、したかっていうのは決める話であるかなと思っていて、うん、なんで、まあ、夕暮れに入ったのも選択をして、その自分の中で覚悟を持って、まあ、事業に向き合っていくとか仕事をやるとか、まあ、そういったところで自分の中での整理というか、なんだろう、成功したというか選んで間違いはなかったかなっていうのは思ってはいます。なるほどな。ちょっと前後しますけど、まあ、SMS とかいろんなこう企業を見て、2つの軸で就活をされた中で、最終的に夕暮れなに決めたっていうのはなぜだったんですか？それは2つあって、1つは、ちょうどボスキャリで就活をやってたんですね。僕アメリカにいたので、ボストンキャリアフォーラム。はいはい。まあ、3日間で、就活が終わるっていうやつ。はいはい。で、それで就活やってて、で、そこで、まあ、いろんな企業から内定はいただいてたんですけれど、うん、最後、その、夕暮れに選んだところとしては、一つが、副社長に永田さんっていう人がいるんですけれど、うん、現副社長ですかね。うん、で、その永田さんに会ったっていうことが一つ大きくて、まあ、なんか、働かないといけないなっていうのが、その時に思ったっていうのが一つ。へぇ。で、あと一つが、まあ、自分自身、その研究バックグラウンドだったんで、うん、やっぱりなんか研究、まあ、研究成果を社会実装しようとしているような会社。うんうんうん、そういった研究への思いを、まあ、捨てきれずにいたっていうところが一つあるかなと思っていて、まあ、その二つが夕暮れに入ろうと思ったきっかけですかね、はい、理由ですね。なるほどな。二つ目はすごい分かりやすく思ってます。一つ目がそのこの人と働かないといけないと思ったっていうのは、もう少し分解するとどういうことだったんでしょう？はい、この難しいんですけどそのまあアメリカでちょうど永田さんに初めて会ったんですよね。はい。で、その時は、社長の出雲さんは、ものすごい、なんだろう、有名な方じゃないですか。その、まあ、そうですね。なんだ、いろんなメディアにも出てますし、うんうんうん、ベンチャーの経営者としても、大学発ベンチャーの経営者としても、その、まあ、一つの成功事例として、夕暮れなが、こう、掲げられてるような感じで、はいはい。確かに。出雲さんから知ってはいたんですよね。で、永田さんのこと全然知らずに、そのアメリカで会って、うんうん、あったのって多分当時どのくらいなんだろう、24、まあ、まだ30前半ぐらいの形、うん、はいはい、年だったんですよ多分永田さんが。はいはいはい。でその時もすでに CFO をやられていて、うん、でかつ地元も一緒なんですよね、福岡出身で。ああ、そうなんですね。うん。で、まあ、単純に人としての魅力をものすごい感じていて、なんかもうなんだろう、直感的にこの人と働かないといけないなっていうのをその時に感じたっていうのがあるかなと。なんかこう結構言語化するのは難しいような感じです、ね。なるほどな。いやでもその直感ビビッとくるってありますよね。なんか、うん、そうですね。その時はそれをすごい感じましたね。あとなんかものすごいなんだろう、心の底から話してくれてる感じがしたので、うんうん、そのいろんなその採用担当と話していた中です。うん、はいはい。
なのでそれが一番大きかったかなと思って。なるほど。ありがとうございます。まあ、それでこうユーグレナに決めて、いろんな経験をされたと思うんですけれども、はい、ユーグレナではどんなことをされてたんですか？ユーグレナでは経営企画っていう業務を主に担当していて、まあ、役割的には主に M&A だとか、ベンチャー投資とか、うんうん、あとは事業部の管理ですね、事業部の係数管理だとか、うんうん、あと自分ならではのところで言うと、その研究開発バックグラウンドだったんで、はいはい、研究マネジメントみたいなこと、うん、でそれから出る研究のシーズンの新規事業化、うん、みたいなところとか、あと IR とかを担当してましたね。うんうん、なかなかこう新卒ではいきなりね、手を触れないような業務ばかりだと思うんですけれども。あ、そうですね。経営企画にまあ入れてくれるっていうのも一つユーグレナを選んだ理由でもありますかね。うん、あ、そうなんですね、はい、うんうんうん、どうでしたか、こう初めての業務でかつ難易度も高い業務ばかりだと思うんですけれども。そうですね、本当にずっと研究をやってた身だったので、まあ、ビジネスのことなんか何も分かってはいないですし、うん、まあ、数字だとかそういったところも分かってないですし、まあ、その中でいろいろ業務はやりながらやっぱりキャッチアップしていくしかないかなっていうところと、あと、まあ、当時の僕の上司だった、まあ、若狭さんという人が、外資系の金融出身なんですけど、はいはい、UBS の出身で、まあ、その上司と、あと長瀬さんにまあ育ててもらった感覚が結構強くて、そこで結構自分としては、なんだろうな、いろいろな業務を幅広く経験させてもらいましたし、はいはい、変わった部分が大きいかなと思ってあります。なるほどな。なかなか刺激的ですね。永田さんだけではなく、その UBS 出身の方も上司にいらっしゃってと。その、UBS の出身の方から学んだことというか、なんか強烈だったなって思うエピソードありますか？この人ここまでやんのかみたいな。いや、結構異次元な方だったんで。ああ。なんだろうな。まあ、業務量のさばき方、業務量の膨大さと、はい、はい。幅範囲の広さと、あとその処理するスピード、はいはい、みたいなところとかは、もう単純に姿勢からしか学ぶみたいな、姿勢から学ぶみたいなところがすごい強かったんですけど、そういうところとかは、まあ、なんかやりながらやってきたみたいなことをずっとその人も言っていて、うんうん、まあ、そういうところはすごい勉強になったっすかね。へえ。単純にやり続けるしかないみたいな、はいはい、感じっすね。なるほどな。面白いな。その人も、永田さんも、なんか、はい、恵まれた環境ですよね。それはでもすごく。恵まれたなと思います。なるほどな。わかりました。なんかユーグレナから、ユーグレナの中で、まあ一つ大きな仕事をやり遂げたっていうお話があると思うんですけれども、はいはい、なんかそこからこうまたご自身のキャリアの進路が多分いろいろこう選択考える時期だったのかなと思ってます。それで25、6歳ぐらいの時ですかね。そうですね、24号ぐらいですかね。24号ぐらいの時。なるほどなるほど。ユーグレナの、はいはい、あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。あ、ユーグレナのその大きな仕事みたいなやつは、うん、そのまあ、ユーグレナって生き物なんですよね、微細藻類なんで。でそれを、はい、大量培養するみたいなプロジェクトがあって、うんうん、それの高地選定とかプロジェクトの全体のマネジメントを僕がやっていたんですよね、うん、ああなるほど。海外でその培養実証できる場所を探そうっていうところをはいはい、てでそれを研究のチームと研究しながら、うん、まあ、どこのパートナーと一緒にやるかっていうところを、うん、いろいろとスクリーニングしていて、まあ、パートナーもそうですし、うん、国もそうですし、あとアライアンス一緒に組む現地のパートナーもそうですし、はいはい、全国的にマネジメントしていて、で結局日本のパートナーは伊藤忠っていうところが入ってき、伊藤忠の商社が入ってくるところがあって、うんうん、でそのマネジメントとかを一人で結構任せてもらっていて、まあ、部長と課長みたいな感じだったんですけれど、なるほど、2、3年目ぐらいですね、はいはい、その時に一人でやらせてもらっていて、へえ、その表に立って全部交渉とかも自分でやっていたんで、うん、その、うん、なんだろう、経験がものすごい大きかったなと、一つ、なんか大きな成果として残せられたかなっていう。まあ、日経とか、やっぱ記事とかやると、なんか仕事やってる感出ますし、そうですね。
気持ちは結構そこでは湧きましたね。へえ、なるほどな。すごいですね。相手、まあ、伊藤忠の部長とか課長ってやっぱりもう50歳とかそれぐらいですよね。そうですね。40、50ぐらい。はい、ああ、なるほど。はい、それと、ユグレンだとしてはもうなんか一人 で, で、ね。もちろん僕の後ろにはいたんですけど、基本的に、ね、はい、は全部僕だったんで。はいは。経験は大きかったですね。へえ、すごい裁量権と、まあ一方で多分任せられる人だと思われて、吉海さんにこう任せているということだったんでしょうね。すごいありがたかったですね。なるほどな。その大きなこう出来事、仕事が終わった後に、なんでこうまた転職というか、キャリアを考えたんですか？そうですね。まあ一つ、その夕暮れで、なんだろう、何もしてない中で出るのはちょっと違うかなと思ってたんで、うんうん、その成果として、うん、そのこの後の、その太陽培養実証が走るっていうところまでは自分としては持っていけたかなと思っていて、うんうん、それが一つ自分の中で区切りになったっていうのが一つありますと。はい、でそもそもそのユグレに入るタイミングで、最初にそのファンドに行くか、リアルテックファンドに行くか、ユグレに行くかっていう選択肢が2つあったんですよ。はいはい。でその入社当時はそのちょろっとあのリアルテックファンドの方でもインターンをやってて、うんうん、でその時働いていて思ったことが、なんか、まあ、新卒で VC に入ったところで、うん、自分自身何も経験したことないし、何も分からない、もできんなと思って、うん、最初はその大学発ベンチャーとして成功したと言われているユーグナーで、はい、その研究発ベンチャーの、うんうん、まあ、要定というか、うんうん、一通り学ぼうと思って、ユーグナーの方をやる。で、それに区切りが一つついたので、ちょっと元からやりたかった大学発ベンチャーの、まあ、立ち上げだとか支援のところに行こうかなと思って、本当にあの転籍をしたっていう感じですね。へえ、あ、なるほどですね。じゃあ、もともとやっぱりその VC とか、そちらに興味はあったんですね、うん。あ、そうですね、元からありましたね。大学発ベンチャーに興味があったですね。ああ、なるほど、なるほど。わかりました、ありがとうございます。リアルテックファンドにこう転籍をされてからは、あのどんなことをされてたんですか？リアルテックファンドに入ってからはですね、その主に、まあ、大学発ベンチャーの発掘と、まあ、投資みたいなところ、うん、あと経営支援です、ね、うん、をやっていて、うん、まあ、領域でいうと新素材とか、うん、農業とか畜産とか水産とか、まあ、いわゆる食品と言われるところを、はいはい、をしていましたと、うん、で、あと、まあ、そういった企業、まあ、のそういったベンチャーの支援と、あとは執行役員に、まあ、なって、うん、なんか政府系機関の対応とか投資家の対応だとか、うんうん、ポートフォリオのマネジメントだとか、まあ、ファンドの運営管理、まあ、運営管理全般のところをもろもろやっていましたね。へえ、すごいですね。25歳ぐらいの時にもう執行役員になられたと。そうです、25ですね、はい。ああ、それもすごい経験ですよね、うん、そうですね、ならせてもらえたので恵まれてはいましたね。なるほど。当時、その時は、あれですか、トップは永田さんですか？あ、そうです。トップは変わらず永田さんだったので。なるほど、なるほど。経営企画でもともと仕事してたので、はいはい。なんか人柄とか、なんか、あらゆる面を知ってくれてはいたのかなと思うんですけど。なんか自分がこうビビッときた人と一緒に働く、しかもそれを経営というポジションで一緒に仕事するってなかなか刺激的ですね。うん。そうですね。仕事自体はものすごい楽しかったですね。はあ。結構嬉しかったなと思います。なるほど。そこからこう、また次のステップへ、はい、進まれたということで、今の、10X に参画されたと。そうですね、はい。10X は今、在籍期間どれぐらいですか？今ですね、まだ入って3ヶ月、4ヶ月、3ヶ月ぐらいですね。ああ、なるほど。じゃあ、まだまだこれからっていうところですか。12月末であのリアルテックファンドを退職したので、はいはい、そこからまだ3ヶ月ぐらいしか経ってないですね。なるほどな。 10X に転職したのはまたどういった背景経緯があったんでしょうか？そうですね、リアルテック自体は、まあ、1年半ぐらいですかね、在籍をして、うん、まあ、仕事自体はそのなんだろう、あ、ベンチャーキャピタリストの仕事ってなんかものすごい楽しいし、期待感があるし、未来感もあるんですよ。なんで、先の未来をこう先取りしてるような感覚もあって、うん、あとはまあ知的好奇心に溢れまくってる人たちと、
まあ、一緒にと仕事してるわけなんで、うん、すごい高揚感に満ちた仕事ではあったかなと。うん、まあ、仲間もですね、結構温かい仲間が多かったですし、その研究とか研究の世界にものすごい情熱を持ってる、うん、企業家も多かったし、あの、同じ VC の仲間も多かったかなと思っていますと。で、一方で、ちょっと自分が感じていたこととしては、なんかこう、課題との距離感みたいなところって、うん、あ、課題との距離感みたいなところと、あと貢献実感みたいなところが、うん、その自分の求めてるレベルでは達成しえないなと思っていて、それを感じたことがあって、はいはい。はいはい。それはなんか、なんだろう、こう、VC は言ったら、まあ、未来に貢献しうるベンチャーを、発掘をして、そこに投資をして、うん、まあ、経営を支援すると、うん、まあ、なんか一連 の、 その業務の流れというか、まあ、やること、はい、ということだと思うんですけれど、うん、で、この、なんだろう、自分としては、その VC としてこの経営支援をしているっていうところのレベル感では、なかなかこの、そんな、課題との距離感みたいなところ、遠いなとも思ってましたし、うん、みたいなところもなかなか得るのが難しいなと思っていたんですよね、うんうんうん、なんで簡単に言うとその関与とか貢献、その未来に当事者意識をちゃんと持って、うん、でそこにちゃんと貢献とか関与できているか、で、あとその距離感をちゃんと詰めれてるっていう実感があるか、うんうんうん、がそのなかなか難しいなと思っていて、うん、だったらやっぱり事業会社なんじゃないかと思って、その本当はですね、リアルテックファンドに入った時も、リアルテックファンドに投資した時に、うん、あの、まあ、経営陣としてジョインするみたいなところも、あの、はいはい、やっていたんですけれど、はい、まあ、そういったところもあって、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、外に出ようと思って、今、10X っていう会社に来たっていう感じですね。なるほどな。確かに VC のお仕事はすごくエキサイティングだとやっぱり伺いますけれども、まあ、そこでは感じられない当事者意識感とか課題解決に貢献できているかっていう直接的な感覚とかってやっぱり物足りなさを感じる部分もあったんですね、うん、そうですね。やっぱりなんか一番その最前線で戦ってる人たちっていうのはやっぱり起業家だと思って、うんうん、自分もなんかその距離感に近づいて、あと未来との距離を測りながら生きていきたいなっていうのを思ったんですね。なるほどな。ありがとうございます。その、まあ、もやもやがあって、まあ、かたや、あとリアルテックの中では、リアルテックのその出向先に、ジョインする可能性もあった一方で、はい、はい、あの、今の 10X に行かれたと。なんかその 10X の出会いのきっかけとかって何だったんでしょう？ 10X との出会いのきっかけは、DCM ベンチャーっていう、DCM ベンチャーっていう、うん、あの、日本国内のトップの VC に、まあ、友人がいるんですけど、うん、はいはいはい。DCM の投資先に 10X があったんですよね。はあ。で、その友人と話してるときに、まあ、はいはい、こういうふうに思ってるみたいな話をしてたら、うん、まあ、10X っていう会社を紹介してもらって、うん。で、なんかその会社のバリューとか、はいはい。自分のその働き方とか、性格とか、まあ、そういうのを踏まえると、すごいなんか向いてるんじゃないみたいなところを、あの、進めてもらって、面接、まあ、カジュアル面談と、あとトライアルを進めるみたいな感じになった背景、そもそもあります。へぇ、なるほど。一応見てはいたんですけれど、はいはい。結果的に 10X に入社するに至ったって感じです。へぇ、なるほどな。ご友人の紹介、まあ、ご友人とか知り合いの紹介だったんですね。うんうん。わかりました。 10X でこう、今、3ヶ月ほど経過してみて、めちゃくちゃ充実しているのか、どうなんでしょう。はい、そうですね。まあ、仕事自体は、結構その、現場寄りの仕事を僕は求めていたんで、はい、はい。日本全国の小売り業者と、うん、まあ、これ事業者と一緒に、こう、次の小売りの時代を作っていくってところが大きなミッションで、うん。ただ、その、例えばなんだろう、共働き世帯が増えていて、まあ、お買い物、はいはい、お買い物する時間がないとか、混雑する時間がないとか、そういったところもありますし、あと買い物難民みたいな、うん、お買い物にありつけない人とかもいますし、うん、あとはそのコロナの話も今ホットだと思うんですけれど、そういうところも、はい、その非接触でお買い物したいとか、あ、そういったところのニーズもあるかなと思っていて、うん、まあ、そういった、まあ、社会のインフラを果たしている小売業のところと一緒に
その次の氷の時代を作るってところを今一緒にやってるような感じです。へー、なるほどな。その次の氷、新しい氷を作っていくっていうのは、例えばその今おっしゃっていただいたようなもう、なんだろう、非接触とか無人の小売店舗を作っていくみたいな プロジェクトをどこかの企業さんと一緒に組んで進めていくっていう、そんなイメージなんですか、ね、そういうイメージです。で、小売の事業者さんって日本全国にめちゃくちゃたくさんあって、小売の、なんだろうな、特に飲料とか食料のマーケットって、まあ、一番でかいんですよね。当たり前ですけど、みんなが日常的に食べるものなんで、でそれを、人たちが、まあ、小売業の人たち。まあ、なんで、日本全国のその人たちのインフラをこう支えているのが、まあ、小売業だと思うんですよ。うん、その人たちが、あと、新しいその小売の時代、まあ、今のエリアとか、今の社会課題に照らし合わせて、新しいその、なんだろうな、ビジネスを、新しい取り組みをやっていくにあたって、まあ、パートナーとしてご一緒するみたいなイメージです。面白そうだな。なるほど。吉川さんが考えているその次の小売ってなんかどんなものになっていくのかっていうちょっと抽象的かもしれませんが、はいはい、そうですね、お考えを、はい、もう、まあ、次の小売って言ってもいろいろ今あるんですけれど、うん、なんだろう、アメリカだったらアマゾンが無人の、まあ、店舗で、はいはい、キャッシュで、あ、キャッシュじゃなくてもう自動で決済されて店舗から出ていくみたいなパターンもあると思いますし、うんうんうん、あと、今その日本でホットだと思うのは、その、まあ、買い物難民の人とかが多分 20%、30% ぐらいいらっしゃって、これは、一人世帯だったりとか、あ、もう高齢化社会になっていって、うん、日常的に車に乗れないとか、お買い物に行けないとか、うん、まあ、そういう人たちが一定数いるんですよね。はいはい。ところに、その、普段慣れ親しんでいるスーパーから、ちゃんとお買い物して届けるっていう、まあ、なんか命をつなぐみたいな意味合いですけど、なるほど、機能させるみたいなところだとか、あとはまあそのコロナの話もそうですけれど、まあ、非接触でお買い物ができるとか、うんうん、あとは買い物とか献立の時間、はい、結構日常生活を占める時間って結構大きいんですけれど、うん、まあ、それが結果的にその少子高齢化につながっていったりだとか、まあ、そういった問題もあるので、まあ、そこら辺をまあ解決していけたらいいなと、まあ、そこら辺が氷の次の時代かなっていうのを思ってはいます。へえ、なるほどな。いろいろなソリューションがあるんですね。やっぱり、なんか、アマゾンがやっているから、やっぱりあれだけ巨大な一つのこう会社がやっている、まあ、物流とかネットワークがあって初めて、なんかその無人とか、そういうソリューションにつながっていくのかなと思ったんですけど、一方で、まあ、日本のそのいろんな多分メーカーさん、あ、小売さん、それぞれに全然別のソリューションになっていくんですかね。そうですね、まあ、なんかその各社さんが例えばどういったお客様のどういった課題を解決していきたいかに依存するのは依存するんじゃないかなと。あとその小売さんが目指している地域とかエリアのお客様がどういった課題に直面しているかとか、そういったところに結構依存しそうな気がしますね。へえ、なるほどな。わかりました。ありがとうございます。ちょっとぼちぼちお時間もいい時間になってはきましたけれども、今後その吉海さんとしては、まずはこう 10X で成し遂げたいことがあると思うんですけれども、その少し先の未来だけではなくて、例えば10年後、20年後とかも踏まえてどうなっていきたいのかっていうことも、ビジョンですよね。教えていただきたいなと思います。そうですね。自分自身は、なんかあまり先のことを考えるタイプではなくて、うん、結構目先のというか、今自分が向き合っている人たちの、まあ、課題を解決する。で、社会に貢献するっていうところが、自分の中で結構大きい軸かなと思っていて、はい、自分にどうなりたいとかっていうのはあんまり考えてはないっていうのが、多分、回答かなと。なるほど。なるほどな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、そうですね。まあ、いろいろとこうお聞かせいただきましたけれども、最後にこれだけは言っておきたいみたいなことってあったりしますか？そうですね。難しいですね。自分としても、まあ、いろんなその境遇の、まあ、僕もそうだったんですけど、いろんな境遇の人たちがいるかなと思っていて、結局、その時々に自分がどういう選択をして、どういう覚悟を持って、
そのことに臨むかってところが非常に大事になってくるかなと思っていて、まあ、なんだろう、自分がどうありたいとか、なんだろう、将来的にどこを目指したいとかっていうのは必ずしも持つ必要はないかなと思っていて、そのことに向き合って、まあ、しっかり頑張りさえすれば、しっかりこう道は開いていくんじゃないかなっていうのを、僕も今自分の実験台として頑張ってるような感じですかね。ありがとうございます。はい、若者世代というか、ユニーク世代にはすごく、安心するメッセージというか、響くメッセージだなと。ペペなんで何も言えないですけど。いえいえ。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ではちょっとお時間になりましたので、一旦ここでクローズをさせていただければと思います。はい、本日のユニークキャリアラウンジは第340回、困難を生きた、吉川祐希さんの選択と覚悟というタイトルでお送りさせていただきました。吉川さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。